はいどうも、今日はですね、日大アメフト部の悪質タックル問題についてお話をさせていただきたいと思います。はい、内容としましては、元コーチが懲戒解雇の無効を求めて提訴をしたという話でございます。はい、ということでね、皆さんの記憶にもまだ新しいかと思うんですけれども、まあ、日大のね、歴史あるアメリカンフットボール部において、監督とコーチが選手に対して相手側の選手に、まあ、タックルをかましてこいと、ね、怪我をさせるつもりでタックルをしてこいというような指示をしたのかしてないのかというようなことで非常に問題になりました。まあ、その時ね、タックルをかました選手の方が、まあ、実名と、まあ、顔を晒して記者会見などを行って、自分はね、指示をされてそれを行ったものだということをね、訴えかける姿が非常に印象的な事件だったと思います。でその後のね、監督やらコーチやらの処分がどうなっていたのかということなんですけれども、一時ね、刑事事件にも発展するんではなかろうかというお話でもあったんですけれども、まあ、嫌疑不十分ということで、起訴猶予という形で、刑事事件の方は決着をしております。まあ、刑事事件はね、起訴猶予という形にはなってるんですけれども、その日大の方で集めた第三者委員会の方に関しましては、指示があったという判断をし、2人を懲戒解雇処分としております。で今回問題になってるのは、その第三者委員会の判断によって懲戒解雇になった件が問題になっているということでございます。はい、でそのうちの、コーチの一人、井上さんという方なんですけれども、その方がタックルなんか指示した事実はないっていうことを主張して、まあ、懲戒解雇は合理的な理由がないという形で訴えを起こしているということです。ちなみになんですけど、ちなみに、監督の内田監督の方は、実はこれもね、不服だと、懲戒解雇は不服不服だということで訴えを起こしているんですが、2019年の12月に和解をしております。そして大学側が懲戒解雇を撤回して、内田前監督が、退職、懲戒解雇から退職するというふうな形に、内容に変わっております。つまりあれよね、退職金出てるっちゅう話だよね、おそらくね。どんくらい出たんでしょうね。で一応ね、その嫌疑不十分となって不起訴になってる刑事事件なんだけれども、その指示をしたという証拠が全くないわけではなくて、ただ刑事事件として訴追するほどの証拠を集めきれなかったっていうことらしいんですよね。ただその第三者委員会としては、そのなんていうのかな、彼らが、監督とコーチが指示をしたっていうことを裏付けるだけの十分の証拠を得られたため、まあ、懲戒解雇処分に踏み切ったっていうことらしいんですよ。でおそらくなんですけど、大学側とその係争になった時に、大学がめんどくさくなったんでしょうね、おそらくね。もうめんどくせえ、もういち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 絡んでくんじゃねえよと。じゃあもうめんどくせえから退職にしてやっからよっていう感じで和解になっちゃったんでしょうね、多分ね。まあね、日大としても、その歴史あるアメフト部がいつまでもそんな監督の件でゴタゴタしてるよりも、さっさと金でね、蹴りつけた方がいいんだろうということで判断をしたんじゃないですかね、おそらく。ね、もう事件が起こってしばらく経ってるわけだから、世間のね、皆さんとしてはあまり関心がなくなって、目に触れることもなくなったわけだから、懲戒解雇になったものがね、退職に変更になったとしても、そんなに騒がれないだろうというふうに大学側は判断したんじゃないかなというふうに私の方では見えております。わかんないよ、どういう判断があったのかわかんないけれども、客観的に見るとそういうふうに見えちゃうよねというお話ですよ。これあれなんじゃないのかな、もしかしたらその内田前監督がね、ごねてね、退職をもぎ取ったもんだからさ、この井上コーチもね、井上前コーチもごねりゃなんとかなるんじゃねって思ってこうやり始めたんかな、なんかそんな気はするけどね。でほら、内田前監督に関しては結構ないいお年なので、
まあ退職金もらってね、あとは余裕自適の生活を送れるだけの蓄えもあるんでしょうけれども、ただ井上善光寺に関しては結構まだお若いんですよ。まだ31とかそんなんだったと思うんだけれども、これからの人生もあるわけでね、その日大をね、懲戒解雇になったっていうその経歴を持っていてはですね、次の就職にもかなりの影響があると思うんですよ。だからね、おそらく井上前コーチとしては何としてもそれはね撤回してもらいたいんじゃないかなというふうに思ってるわけですよ。このね、その順法精神とかそういったものがね非常に厳しくなってる昨今じゃないですか。で、なんていうのかな、こう相手に危害を加えるような指示を出したコーチをねどこかが雇いたいと思うかって、なかなか気が進まないと思うんですよ、このご時世ね。その父兄の印象にも非常に関わる問題なので、まあそういった意味で少しでもね今後の人生にまあ禍根を残したくないということで、なんとかできないかという気持ちがあるのはわからないでもないんです。その井上前コーチのその身のね処し方で考えるときに、まあ今後の就職だとかいろんなことを考えたときに、そういったものはなんとかね撤回してもらいたいっていう気持ちはわからないでもない。でもね、世間的にはねそれをやってしまうとね、あ、この人全然悪いと思ってねえんだなっていうふうに思っちゃうんですよ。いや俺はそう思ったよ。まあしかもね、今更ね、今更内田前監督の結果が出た後に今更、あ、俺もっていう風に言ってるような感じがしてね、めっちゃ往生際悪いなこの人っていう印象ですよね。まあ大学側もね今後ねどういう結果をね出していくか、また内田前監督みたいに和解をして退職扱いにするのか、その辺のところは気になるところではあるんですけれども、まあ俺の気持ちからいくと、まあ被害のあった、まあ、選手ね、まあ、生徒さんのことを考えると、あまりね和解をしてまた退職扱いにするような形にすると、こうなんかね彼らのこう心情というかね、こう気持ちをこう踏みにじるような気がするのでね、まあ、大学はぜひね、まあ、断固とした態度をね取っていただければなというふうには思っているんですが、もうすでにね、内田前監督という、まあ、前歴がありますから、まあ、そうなる可能性もね、まあ、考えておかないといけないんじゃないかなというふうには思ってます。まあ、何にせよね今後の動向については注目していきたいというふうに思っております。はい、ということでね、日大アメフト部の悪質タックルの問題についてお話をさせていただきました。何かね、ご意見ご感想などありましたらコメント欄の方にコメントしていただければ幸いでございます。それから、チャンネル登録とフォロー、ツイッターのフォローしていただければ動画制作の励みになりますので、よろしければそちらの方もお願いいたします。以上。